コンパクトカーは自動車メーカーには必ずラインナップされている人気車種です。価格は比較的安く、ある程度スピード感もあって燃費も良く運転しやすいです。その反面、内装はそれなりなものが多いです。コストパフォーマンス重視です。しかし、そんなコンパクトカーの概念を変えてしまうかのような内装を豪華にしまくったコンパクトカーが約20年前に誕生していました。ですが、誕生から10年以上販売されていて、一度もフルモデルチェンジしないままなくなってしまいました。今回はそんな10年以上一度もフルモデルチェンジされずに販売終了してしまった小さな高級車と言われた車を紹介します。不遇すぎる名車紹介マツダ編。マツダのベリーサって知ってますか？2004年6月から2016年3月まで販売していたマツダのコンパクトカーで、車体寸法は全長 3975mm、 全幅 1695mm、 全高 1530mm、 重量1100-1170kg、 販売価格は153万円から。同じマツダのコンパクトカーのデミオ、当時の DY 型デミオの車体寸法が全長約 3930mm、 全幅 1680mm、 全高約 1530mm、 重量 1070-1180kg、 販売価格は112万円から。ベリーサはデミオよりちょっと大きいですが、ほぼほぼ同じ大きさです。それもそのはず、デミオの DY プラットフォームを流用しているので、そこまで変わらない大きさとなっています。そして価格差はおよそ40万円でした。位置づけとしてはデミオとアクセラの中間の役割を担っていました。ベリーサという名前はイタリア語のベリータと英語のサティスファクションとの造語で、真の充足という意味だそうです。エンジンは 1.5 リッター直四ガソリンエンジンのみで、 FF のほか日産から提供された E4WD のモデルもありました。 DY 型デミオでも 1.5 リッター直四ガソリンエンジンの E4WD を選択できましたが、ではデミオと何が違うのかというと、主に内装面です。内装質感に特にこだわっており、本革シートがオプションで選択できたり、アドバンスドキーが標準装備だったり、マツダのフラッグシップモデルのアテンダの部品を流用したり、遮音材を増やして伸縮性を上げるなど、デミオとは明らかに差別化を図っていました。現在ではコンパクトカーでも当たり前である装備も、当時はコンパクトカーに装備することが珍しく、プレミアムコンパクトカーをコンセプトに開発されました。このことから小さな高級車と呼ばれていました。僕が初めてマツダディーラーを訪れた2006年の1月頃には、確かにデミオと一緒にベリーサが展示されていました。見た目が丸っこくて可愛い印象でした。この可愛い印象のせいか、購入する人は女性が多かったそうです。2004年には日本カーブザイヤーベストバリュー賞を受賞しています。2005年にはオートライトやレインセンサーワイパー、2006年にはオーディオリモートコントロールスイッチ付きステアリング、2009年には本革巻きステアリング、イモビライザーなどを装備、2015年にはノーブルクチュールという赤の内装にこだわった本革仕様の特別仕様車を出したりと、幾度となくマイナーチェンジや特別仕様車が販売されていました。しかし2015年11月末生産終了を発表し、2016年3月、一度もフルモデルチェンジをしないまま約11年の歴史にピリオドを打ちました。これほどまでに内装や装備にこだわっていたのに、なぜ一度もフルモデルチェンジされなかったのでしょうか。理由は単純に思うほど売れなかったからです。ではなぜ売れなかったのか。僕は理由は2つあると思います。1つ目の理由は時代を先取りしすぎたため。販売された当時はコンパクトカーに高級志向を求める方は少なかったんじゃないかと思います。コンパクトカーはどちらかというと安くて気軽に乗れて、サブカーとしての役割もあると思います。そこにわざわざ本革仕様とか快適装備は必要されていなかったと思います。その分値段も上がるし、それなら価格の安いデミオを選択すると思います。実際僕もそうでした。今となってはコンパクトカーでも高級志向を取り入れていますが、当時の世間の志向とは少しズレがあったんだと思います。2つ目の理由は認知度です。マツダでコンパクトカーといえばやっぱりデミオです。ベリーサという名前が出てくるのはおそらく少数だと思います。デミオはマツダの経営危機を救った救世主と言われるだけあって、売れていて、メーカー自体もデミオに特別な感情があったんだと思います。ベリーサが販売されていた約11年の間にデミオは2回フルモデルチェンジされています。スカイアクティブエンジンを初めて搭載したのもデミオですし、2014年のフルモデルチェンジでは最新のマツダコネクトディーゼルエンジンの搭載、そして内装もコンパクトカーとは思えないほどのクオリティになっていました。にもかかわらず価格は安いといういいとこ取りでした。他にもその頃からマツダは SUV へシフトしていた時期でもあり、プレミアムコンパクトカーという位置づけは必要なくなっていました。その結果、ベリーサはデミオに統合されるという形でなくなりました。しかしこの思想は CX-3 や MX-30 にも引き継がれているんじゃないかと思います。
なぜならメリーサ、CX3、MX30 はいずれも女性に人気のある車種です。どれもかっこかわいいデザインなので、それが女性を引きつけるんだと思います。メリーサは中古車で購入できるので、興味のある方は探してみてください。はい、いかがだったでしょうか。メリーサは街中で走っているのを今でもたまに見かけます。見かけるとレアキャラを発見したみたいで、ちょっと嬉しくなります。1台でなくなってしまった車は今でも誰かの生活を支えているんですね。今回は小さな高級車と言われたマツダメリーサを紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この企画、人気があれば続けようと思うので、良かったと思われた方はいいねをお願いします。また写真提供をしていただいた方々、ありがとうございました。それでは。この動画が良かったと思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日もお疲れ様でした。